はい、こんにちは。こんにちは。はい、皆さん大好き福袋の季節です。福袋、まあ第2弾ですね。前回、なんだっけあれ、ジョーカードライバーの福袋、あれすごい良かったね。値段は高かったけどね。まあはい、今回は S ダーツの福袋とダーツハイブの福袋のまあ勝負みたいな感じですね何が入ってるか優越をつけたいと思います。値段が、S ダーツの方2種類あって、2種類なんだけど値段一緒、14,800円。関西芸人と関東芸人のセット、意味分かってない関西で活躍する選手のバレルが入っているっていうセット、もしくは関東ので活躍する選手のバレルが入ってるっていうセット、どっちか選べます。で、私は関東の方を選びました。今どうだろうね、関西の方が、ここに載ってるのは浅田聖子さん、みくるさん、星野さん、大城あかりさん、ヤンマーとか鈴木徹さんとか、まあ、あと辰巳さん、勝美さん、うーん、あとちょっとわかんない、なんかいっぱい。東日本の選手は、村松さん、千野さん、樋口さん、あ、名前が全然出てこない、宮脇さん、この人誰だっけ、小野圭太さん、小野圭太さん全然いっぱい名前が、小野圭太さん、あと後藤くんとか津波さんとか、あと坂口さんです。あ、坂口幸恵さん、おなつさんとか、なんかまあいろいろいっぱい芸人さんがいっぱいいて、その芸人さんの、芸人さんじゃない、その選手のバレルが1セット必ず入っているってやつですね。内容がまず S ダーツの方から、バレルが3セット入っていて、この価格、しかも職人磨きのレアなバレルが当たるかも。2022年冬の福袋は S ダーツプレイヤーウエスト VS イースト。 S ダーツでは選手のバランスの関係で静岡、山梨、長野は西日本に入ります。なんでだろう、西日本の選手の方がいっぱいいそうだけどね。東日本より西日本の方が選手いっぱいいそうじゃない？九州とか。まあそうっすね。まあまあいいか。タングステンバレルは2セット、うち1セットは S ダーツ選手モデル、もう1セットはタングステン 90% モデル、かつ国内職人磨きのレアバレルが当たるかも。あとは、わずか 5g のアルミバレルはぜひお試しいただきたい練習用バレル。あ、S ダーツ得意だね、練習用バレル。ということで、あとは、バレルが3セット。あとは、有名メーカーシャフト、フライト、ダーツメンテナンス用品、雑貨などなど。ということですね。ダーツハイブの方が値段が 15,400円。はい、で、セット内容がこちらのお得なセットになっております。税込み1100円以上の限定版タングステンダーツ2BA が1つで、もう1つが限定版ダーツケース、あと立体成形フライトが1つ、カーボンシャフト2つ、プレミアムリップポイントが1つで、アクセサリーが2つ、以上ですね。まあまあ、前回も言ったんだけど、なんとなく予想が入っているものが予想がついてしまうという感じで、ハイブの方、まあ、なんか 3,4 回連チャン同じような感じだから、面白みがなくなってきてるなみたいな。 S ダーツは前回はホコリかぶってたりとか最悪でした。で、今回ティトは勝ってません。なぜかというと、もっと最悪な絵が載ってたんで見たい人はティトのサイト行ってみてください。僕が前回、前々回紹介したものがそのまま載ってたんで、いらないと思って買いませんでした、ティトは。はいティトはあれならもう二度と買いませんなので今回は S ダーツとハイブ、もしこれがひどかったらもうこの企画なくなるかもしれないということで、はい、何が入ってますか。パッと開けましょうか。
何からいこうかね。まあまあ、簡単に。なんだっけ、アクセサリー入ってるんだっけ。アクセサリー2つ。ちょっと。ですね。おお、はいはいはい。アクセサリー、まあ、はい、まず1つ目。S ダーツの方、まず缶バッジ入ってました。はい、缶バッジもう見えないけど置いてきます。はい、何でしょう、何でしょう、置いてきますか。はい、いいよ、パッと2つです。この2つ、ゴムとシャンパンリング。はい、いつものですね、はい、まあ困らない、ここ置いてていいと思います。困らない、まあ、あっても困らないね。あ、困らない。こっちはまあなくてもいいかな。まあでもこれ、こういうダーツ雑貨が入ってるって書いてたんで、はい、ちょっと一つね、 S ダーツの 5% オフのクーポン券、あ、これ見せちゃダメだS ダーツの 5% オフのクーポン券も入ってました。あれ、小野圭太さんのこれ直筆じゃない、これ直筆だね、ぽいっすね。小野圭太選手の直筆サイン入りクーポン券、これ捨てられないじゃん捨てられません、飾っておきます。で、あとなんだっけ、うちは S ダーツの方は、あれですね、よくガチャガチャに入ってるやつ、ダーツ磨きクロス、まあまあまあプレゼントにはいいんじゃないでしょうか。あとなんか入ってる？入ってますよ。アクセサリー的なの入ってる？アクセサリー的なのもない。もうないんだ、これだけだ。これだけ。アクセサリーってもうダーツアクセサリーだね、はい、体につけたりカバンにつけたりするのじゃなくて、ダーツにつけるアクセサリーが2つ、ゴムとシャンパンリングで、はい、続きましてチップが入ってる。まあまあリップの白ですね。白使えます、使えます、これは使えます。そのまま葵が使えますはい、次はもうシャフト、シャフト、シャフト、フライト一気に行こう。あ、行きます。フライト入ってるんですよ。入ってます。バーン、神と、カーボン。前回より減ってない？2個ずつ入ってなかったっけ。いや、その1個ずつ、1個ずつか。回転式と普通のフライトが2個入ってたじゃん。フライトも1個だったっけ。フライトも1個だったよ。1個か、まあいいか。あ、なんか数減ってるような気がする。値段は変わってないと思うんだよな、1万5000円ぐらい。まあ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 、ここまでは。他のものがね、高級シャフトですね。じゃあフライト、何でしょう、何もパッケージも何もない余り物のコンドルみたいな、まあ人を呼ばれるにでもつけておきましょう。 S ダーツ、ここまでは S ダーツ最悪です。いや、まあまあここまでは最悪です。人によるんじゃないですか人によるけど、まあでもね、シェイプ、まあ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 、シェイプの、まあ、ここまでは S ダーツさんちょっと最悪ですね。ちょっと一旦他のもの、もう一個ね、なんかあとバレルとケースでしょ、と予備というか、はい、おまけでしょ。 S ダーツの方ね、カレンダー入ってます。 S ダーツプレイヤーの、おお、まあこれ飾っといてもいいんじゃないですか。皆さん大好き浅田聖吾さん、村松春樹さん、松本めぐみさん、ヤンマー、あ、大城あかり、ヤンマーが7月か、俺の誕生日あ、千野真澄さん、あ、ここのページいいんじゃないおなつさんと坂口さん、あ、結構 S ダーツ選手が豊富ですね。あとはこっちはそのバレル3つっていうやつ。うちのおまけは何でしょう。おまけついてくるって書いてたんだよね。おまけ、はい。必ず、こっちはダーツハイブのプレイヤーのライブカードがついてくると。はい。で、これが A、B、C ってあって、3つですね。A を選んだら、マヨンヌか、清水真由選手か、川上真奈選手か、馬場義久選手。この4人のうちのどれか。誰のですか？いいんすか？いいんすよ。じゃん、マヨンヌ。マヨンヌ、やった、当たりだ、当たりだ、ありがとう。はいですね、ありがとう。今年もマヨンヌ、マヨンヌが当たりました。マヨンヌが当たりました。
これはちょっと価値濃厚です、ね、価値濃厚ですかね。今のところちょっといいけど、まあ、俺なんかこんな少なかった。こっちもまあ、あとバレルが3セットで、1個はあの 5g の練習用バレル非売品って書いてる D クラフトのアルミバレル、すげえ、まあ、なんか練習になるかな、まあ、軽いバレルで練習するってのもあり、方法としてはありなんで、ちょっとまあこれは後で遊んでみたいと思いますけど、ねバレルもう1個、じゃあバレル対そっちダーツケースになるな。もうそうっすね、そうなっちゃう。はい、せーのドン、バッ。どっち欲しいですか。 S4 のゼウス2ですね。もうこれはなんて言うんでしょう、 S4 の代表的なバレル、まあ、でも2ってことは最新モデルではないと。で、まあ、限定の限定版ダーツケース、限定版ダーツケース、カメオ、カメオ、色はワインレッド、ワインレッドの中にケース、バーガンディー、バーガンディーって色、何それ、ワインレッドだろ、赤でしょ、赤、これ茶色、ワインレッド、まあでも違う、バーガンディが色弱だから、ちょっとね色弱入ってるから俺色はっきり分かんないんで、はい、まあでもねここに値段書いてない、4397円、色の名前ですね、バーガンディ、4397円ってことは、じゃあとバレル勝負だ。S ダーツの方は、はい、ドン、小野圭太選手モデル、ソロ G5、 S ダーツ限定モデル。今 G6 出てるから、ジェネレーション6が出てるから、まあ、現行として発売してるといえども、ちょっと6が良かった、6じゃないのか、6だったらな、まあ定価で1万4000円ぐらいですか、これも1万5000円ぐらいですか、まあ限定モデルなんで、小野圭太選手のサイン入りですね、これも直筆のサイン入ってますね、すごい、6にして欲しかったなそこはやっぱ S ダーツちょっと在庫処分感があるなまあ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 ね、ダーツは何度も言いますけど腐るものじゃないけども、最新モデルではないバレル、あとはまあカレンダーってお世話になってるところに配るものっていう、ね、私イメージあるんでプライスレス、ほぼゴミまあこれはちょっとサインが入ってるのでゴミとは言えないな。いやーどうだ。そっちバレル何さ。いいですか。はい。こっちはアストラダーツダイナスティですね。2BA。レッドスターバレッジかな。2BA。知らないバレル。10,000円って書いてるね。1万1000円以上って書いてるからさ、1万4000円とか入ってくるのかなと思ったら1万1000円の、このまあ悪いバレルじゃないと思いますよ。はい、 18g、 タングステン 90%、 全長 42mm、 最大径 7.6mm、 砲弾型のね、悪いバレルではないと思いますけど、あまり選ばれるバレルではないと思います。これだったらマヨンヌだから、マヨンヌのさ新しいモデル入ってるとかだったら、もうやっぱ福袋って在庫処分なんかな。いやこれ6だったら本当に良かったよ。まあでもね、ホコリはねそんなにかぶってません今回は。どうですか、14,800円で欲しいですかっていうね、まあ、楽しみはあると思う、楽しみはあるよ、職人が磨いたバレルが当たるかもみたいなこと書いてたから、
何なんだろう、そこが何のバレルが入ってるのかよく分かんないけど、そういうのが入ってたらまあ良かったのかな、ジョーカーとかなのかな、よく分かんないけど、なんか品数も減ってない？点数減ってるような気するんだけど、いや前はでもプラスチックケースだけだったんだよ、こっちはダーツハイブの方はクリスタル1がポンって入ってただけだけど、今回はカメオの4000いくらのケースがまあ入ってたと、ちょっとなんか変えてもらわないとやらないと思う各メーカーのやつをやるかもしれないけど、ちょっとこの内容を変えてもらえないと在庫処分感が半端ないな。まあこれをね、好きで買う人もいると思うよ、今でも G6 より G5 の方がいいなって言って買う人もいると思う、いると思うけど、やっぱり小野圭太選手が好きです、じゃあ新発売です、6買います7も買います8も買いますって追っていく人がにやっぱ売れるものじゃん。まあ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 どうでしょう、14,800円で2セット、うちはまあ無難に置いてきてるよね、置いてきてるな、同じだもん、だってここ全く一緒でしょ、まあ、前回マヨンヌ入ってて今回もマヨンヌだった、これは嬉しい。どっちがボリュームあるかって言われるとこっちかな、やっぱりこのカーボンでかいですかね、やっぱここら辺がやっぱでかいんじゃないですかね、必ずみんな使うもの、ただ面白みがないな毎回、これプラス何か他のものがいっぱい入ってればまだいいとは思うんだけどな。次は夏かな、夏の福袋買うかどうかはまだ分かりません。今回はハイブと S ダーツの福袋でした、ちょっと残念な結果です。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。おすすめ動画はこちらになってます、見てね。いいんじゃない。